よーし、なんか遊ぼう。なんかね、あ、これなんかあって、これかな。前ね、やったけどね、あれなんだよね。みんな名前ね、あれだね。コムじゃないんだよ。でっけえやつ狙おう。え？なんで？ここやもん。こんなん今となっては楽勝っす。このね、青いやつってね、数字書いてあるのはね、あとこんぐらいでやんなきゃあれだよっていうあれなんだよね。どうしたこれ。やばいんですけど、僕もあとちょっとなのに。危なぁ。天才と呼んでもらってもいいんですよ。へい。よーし、見てきた。こういうゲームもね、あったね、あったんですよ。最強じゃん、これ。僕最強、はい、チェキラチョー。絶対紫っしょ、はい、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 はい、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 絶対紫っしょ。いや、絶対紫やんない。オッケー。絶対水ラオ。バーン。いやー、これは一旦壊して。壊したいな。どうしよう。で、一回壊して。ちょっときついんですけど。やばっ。あ、終わったわ。バグらせられないかな、これ。やだ。くそー。じゃあね、これかな、似たようなやつ。これはちゃんとしてるね。さっきのゴミゲーとは言わないよ。けど、あれ難しすぎるんだよな。は？あのね、ねえ、あのね。はい、ぽよーん。頭を使いましょう。やべえぞ、あいつ来るぞ。ほら、ほら。やば。やってることえぐいけ。え？なんだ。
よし、これで。レッツゴー。ブブ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 。キラキラの目来てくんないかな。服っていうか、種類より猫の、猫の種類よりも、違うんですよね。今日の一日、朝起きた。そしたらトイレに行けなかった。だからお風呂に行った。そしてペットのネズミに食べさせた。そして今日はペットのネズミに石鹸をあげたので、ペットのネズミには何もやらずトムにあげたいと思います。よし。そして僕はゲームをやりました。これでアウトっていうか終わったら即実況終了したいと思います。あとね、10レベルか5レベルいったら、まあ、クリアっていうか続きます。連打したら消えるとかない？OK。また黄色っすか。マジかよ。OK。からの青か。一気に全部なくなったのをいいとして、今日ねデザートにマンゴー食べたんだ。美味しかった。みんな何食べた？ふむ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 。ビッグバーガー美味しいよね。多分そう言っていることに違いない。よっしゃー、順調だね。やったー。あー、どうしよう。あー、やばい。え？あ、待って、これみんな終わるかもしれない。こいつをどうするかだな。OK、 この技けど、10レベルいっちゃいますか。やっぱり紫来たよ。そういう悪いタイミングで来るんだよね。ここは一旦こうかな。 OK。
へえ、あーこれ10いけるんじゃない？マジで